おはようございます。今シーズン初の行者ニンニク畑に来ています。ちょっと様子を見ていきたいと思います。いや、やばいですね。かなり成長してますね。もう取れるですね。もう採取できるんですね、これ。早いですね。まあ、凍ってますけども、これ今日中にいくらか取らなきゃないですね。早い早い。こんなに早く、10日は早いですね。いや、杉菜が生え放題ですね。このつくしを栽培してるみたいになってますね。今朝マイナス4度ですよ。マイナス4度。昨日はうちの玄関の脇の水道の水凍ってましたからね。2日連続マイナス4度。いや、うまそうですね。まいったな。スキーはしたいし、山のわさびとか桃も見に行きたいし、行者ニンニクはこんな状態だし、どうしたらいいんだろう。いや、まいったまいった。困ったな。人手が足りない。うわ、参った参った。どうしようか。行者ニンニクの苗を欲しいっていう人結構いるんですけど、ご連絡ください。お尻に火がつかないとですね、何にもできない状態ですね、これ。催促されればやるっていう感じなんでしょうかね、これ。これ、一気にもう出てきましたよ。大変です。いやー、今食べ頃ですね。これぐらいが食べ頃なんですよ。大きくなって長くなってるんじゃなくて、これぐらいが食べ頃なんですよ。天然のものと違って畑のものはね、早く硬くなりますから、早めに取って早めに食べる、これが一番です。ありがとうございました。行者ニンニクと同じ畑のこごみの様子ですけども、まだ全然様子ないですね。ということは、私が行く山もまだこごみは早いということですね。あと1週間ぐらい早いでしょうか。まだこういう状態ですね。1週間で出るかもしれませんね。こういう状態です。まだ早いですね。こういう状態です。